ハーラル一世、ハーラル一世ゴームソン・アオハオ。986年、ハラルド・ゴルムスソンともは、デンマークの王、在位。958年 ?985 年。父親は、デンマーク王、ゴーム。母親は、トゥーラ・デイネ・ボーズ。ノルウェーとデンマークを無血統合した。ザクセンクゲのデンマークへの政治的侵入を受け、960年。 ゴロに洗礼を受けて、キリスト教を受け入れた。ただし、948年には、シュレースビヒ、リーベ、オーフスの半島三都市に、すでに司教が任命されていたらしい。デンマークとノルウェーを交渉によって平和的に統一した自責にちなんで、複数の電子機器をつなぐ通信技術のブルートゥースの語源となった。世界遺産、イェリング・フンボ群には、 ハーラルによるデンマークの統一、ノルウェーの支配、デンマークのキリスト教家という三つの功績を記したルーン石碑がある。イェリング墳墓群には、ゴーム老王が妻、テューラを記念して建てた第一イェリング石碑、ゴームの石碑と、ハーラルが両親のために建てた第二イェリング石碑、ハーラルの石碑がある。ゴームの石碑は高さ139センチメートルの、 直方体で目立った装飾もないが、平地されたハーラルの石碑は高さ243センチメートルの三角錐型で、碑文に加え、スカンディナビア最古のキリスト図像とイエリングの銃と呼ばる獣の図像が彫られており、これらの図像は当時おそらく再色されていた。これら二つの石碑は16世紀に途中から発見され紛糾の間に設置されたため、 混流当時の正確な位置は不明関係だが、近接した場所から発掘されて、おいる。ハーラルの石碑は、当時の人々に対しても、素朴なゴーム石碑と対比させることで、自身の権威を示し、デンマークがキリスト教国家であることなどを確認させ機能を持たせていたものとみられる。ルーン文字、ラテン文字、転写。日本語訳、ハーラルは、シェラン島やスコーネ地方といった、 当時のデンマーク東部も、その支配下に置き、ノルウェー北西部の在地有力者である、ラーデのヤールたちと手を結んで、ノルウェーにも、その影響力を及ぼし、デンマークの統一、ノルウェーの支配、デンマークのキリスト教家という三つの功績を、ルーン石碑に刻んだ。このほか、デンマーク南の境界線となる、ダーネビア家ホルイの補修作業を、 直径100から200メートルのトレレボを円形要塞や、幅5メートル長さ760メートルのラウニング、円下橋の建設などが、ハーラル地勢に同定さており、ハーラル王権の兄弟さを物語っている。晩年、息子のスベン、後の総ヒゲ王が反乱を起こし、987年、スベンによって、湯ネ、に追われ、戦いに敗れて、傷を負い、逃げ込んだ森で死んだ。遺体は、 ロスキレの教会に運ばれ、キリスト教の作法で葬られた。ある時、ハーラルの家来たちが集まって、キリスト教の神と古来の神々とどちらが強いか、話し合っていた。ほとんどの者はオーリンなど、古来の神の方が強いと言ったが、その場にいたポッポは、キリスト教の神こそ、唯一真実の神であると述べ、そのことを証明すると約束した。翌日、ハーラルは、 大きな鉄の塊を火で熱し、ポッポにそれを素手で運んで己の神が唯一の神であることを証明せよと命じた。ポッポが焼けた鉄を運んだところ彼の手は無傷であった。鉄気象。審判の一種これを見たハーラルは、洗礼を受けて、キリスト教徒となったという。なお十三世紀にアイスランドで書かれたヘームスクリングラの第二十七章、ハラルド・ゴルムスソン王とハーコン皇の洗礼の 記述によれば、夫皇帝との戦いに敗れ、リムフィヨルドに逃れハーラルは、マールスエイジまで、夫皇帝に会見することとなり、その際、司祭ポッポーがハーラルに、キリスト教信仰を解き、燃える鉄を素手で持ってその手が焼けしていないことを示したため、ハーラルはその全軍と共に洗礼を受けたという。またハーラルは、援軍に駆けつけたハーコン・シグルザルソンにも、洗礼を受けることを強制した。 ヘームスクリングラ初週、オーラブトリュックバソン王の佐賀の第33章、ハラルド・ゴルムスソンによれば、かねてより自身をあざけ笑う、アイスランド人の性伐を試みたハーラルは、魔法使いをアイスランドに送りその状況を報告するように命じた。クジラに姿を変え、アイスランドにたどり着いた魔法使いは、東のバープナフィヨルドで龍に出会い、北では翼が、 山の両斜面に着くほどの大きな鳥に、西では恐るべき叫び声を上げる大牛に、南では山より高い巨人たちに襲われた。これらの守護神がいるため上陸すらできなかった、魔法使いはアイスランドを去って、ハーラルに状況を報告し、ハーラルはアイスランドを諦め、デンマークへと帰っていったという。この逸話はアイスランドの国章デザインのモチーフともなっている。 読むスバイキングのパルナトケ、パルナトキは自分が弓の名手で遠く離れたところからも小さなリンゴをよとせると自慢していた。それを聞いたハーラルはリンゴをパルナトケの息子の頭に乗せこのリンゴをよとしてみろとパルナトケに命じた。パルナトケは息子を落ち着かせると矢を三本手にしてリンゴを狙った。パルナトケの放った矢は見事リンゴを射抜いた。これを見届けたハーラルが なぜ矢を三本も取ったのだと聞いたところ、パルナト家は、いそこなったら、残りの二本の矢で、あなたに復讐するつもりだったからですと答えた。またある時、パルナト家が、自分は、ハーラルよりもスキーが上手いと自慢し、ハーラルは、それではクールンミサキを滑り降りてみろと命じた。ミサキは、岩だらけの断崖で、パルナト家は、岩にぶつかり、スキーが壊れながらも何とか生きて、海辺まで降り、 船に拾われてその場を離れた。これ以降、パルナトケは、ハーラルに敵意を抱くようになった。ハーラルに、アオーバー、と、あだなした最古の記録は、1140年頃までの間に、ラテン語で書かれた、年代記、ロスキレ年代記である。イングランド語で、セン、コナルド語に転化して、単となったは、主猟、属長を意味し、は、青い、暗い。 朝黒いを意味するため、このあだ名は、実際のところ、朝黒い狩猟を意味するものだとする説もある。このほイェリングフンボ郡、ロイヤルイェリングセンターのセンター長、ハンソーレ・マティーセンは、当時青色は、高価な色であったため、ハーラルは、青色の服を着ることで王の威厳を示していたと、考え、青い衣を着ていたのが、あだ名の由来と推測している。スウェーデン王、 オーロフ、エリクショーリオーの弟の娘ギュリズと結婚した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。